歳以下のワールドカップはイラクの前に敗れ、世界の舞台を経験することができませんでした。日本、何度も屈辱的な思いを味わってきたこの世代が、キープキープキープ、よし、さあ、トイレットがシュート、ディフェンスに当たった。時間帯もありましたけど、もう2点取られたんでね、開き直って仕掛けるしかないと。まあでも、まあ勝つことになったのかなっていう、そんな気持ちです。2対0になって、まあそこから残り30分ぐらいから一気に動きました。まあ韓国にね、2点取られて俺自身が目覚ましてもらったっていうかね、2対0で勝つつもりでしたから、2点取られた時には相当プランが崩れたんでね、ただリードされてたこともちょっと考えながらね、まあその交代の順番が当たってました。まあ 0-0 で進んでね、最後浅野の豊で仕留めればっていうところが、ね、あったんですけど、まあ選手よく頑張ってくれました。それにしても交代で入った選手が本当に、まあ、今大会通してですけども次々と結果出して、特にこの韓国戦は何かこれまでの全部を象徴するような時間でしたね。いや本当リベンジの、ね、あの大会、まあこれまでね勝ってなかったとかっていう悔しさとかで今勝たせてもらってる時にね、そう簡単に勝てないと、だけどもこういう勝ち方できるようになったっていうね、まあ、ここから本当もっと鍛え上げてね、安心して見られるようなチームにしていきたいなと思います。あの胴上げされて涙は決勝の後に取っとくっておっしゃってましたが、いやもう2点取られてムカついてたんでね、まあとにかく優勝してすっきりしました。監督から最後に、まあ、今大会あの一次予選から通じて日本での試合はありませんでした、日本から声援を送ってくれたサポーター、そしてこの試合を見て大会を見て同じ23歳以下の日本にいるたくさんの選手たち刺激を受けたと思います、それぞれにメッセージをお願いします。いやものすごく、日本が盛り上がってるっていう、ね、情報も入りながらパワーは感じてました。これからの、ね、本当日本サッカー、まあこんな状況からね、なんとか世界に届くところまでね、のし上げていきたいと、ぜひ、不可能はないんだっていうね、ようなことをこのチームからね、皆さん受け取って、本当に日本をね、サッカーで明るい国にしていきたいなと思います。オリンピックに向けてどんどん強くなってきますよね。女子も頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、見事な逆転劇の立役者の2人、矢島選手、浅野選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。もうどちらから聞きましょうか。やりましたよ。このチームで優勝したいとずっと思ってたので本当に嬉しいです。矢島選手から浅野選手へのパスで一気に次期対戦入りました。あのシーンというのは振り返ってどうですか。いやもうずっとタケマとは
ああいう形で点取ろうって話してたんで、ようやく繋がりました。決めましたね。ありがとうございます。やっとゴールが取れました。宮島選手から、確かサウジアラビア戦はポストに当たったりね、いろんな試合ありましたけれども、ゴールした瞬間ってのはどんな思いでしたか？そうですね、新谷君は本当に自分を見てくれていると、信じてましたし、まあ、今までも、ゴールが取れなくて、チームを苦しめてしまったので、まあ、こういう、大舞台で、ゴールを決めてチームの勝利に貢献できたというのはすごく嬉しいなと思います。その直後に今度は矢島選手自ら行きましたもんね。そうですね、新谷君、今大会ヘディングで2点で、らしくないんですけど、まあ新谷君に、アシストしてもらって、まあ、ゴールも取ってもらって本当に助かったなと思います。2対0、苦しい状況の中で後半に入っていきました。スタートから出ていて矢島選手、どんなことを考えてたんですか？立ち上がりの入りがちょっと良くなくて、まあ、2失点してしまいましたけど、拓磨が入ってきた時に多分監督からもう攻めるぞっていう意思が伝わってきたんで、そこからもう攻撃するしかないなと思ってました。優勝しましたよ、どうですか？いや、なんか本当に監督胴上げした瞬間になんか優勝したんだなと思いました。19歳からいろんな世代で悔しい思いをしてきたと思います。この優勝どういうふうにこう、ね、リオにも向けても生かしていきたいですか？まあ、勝てないって言われてきた中で、この勝負強さっていうのを身につけたことはでかかったと思います。はい、勝ち越し浅野選手決めたときは、いや、もうこれ拓磨が決めるんじゃないかなと思ってました。はい、ついにジャガーポーズも出ました。そうですね、日本の皆さんを、待たせていたので、まあ、この舞台で、ジャガーポーズできたのは良かったなと思います。後半30分過ぎに一度何かこう祈ってましたよね。天も見上げました。どんなこと考えてたんですか？そうですね、まあ普段の試合から、ああいうことをやってますし、周りをやると気持ちが落ち着くので、まあ、しっかり自分はできると信じて、試合に入りました。最高の電話、ご家族にもできますね。そうですね、本当に、家族も待たせていたので、いい報告ができます。本当におめでとうございました。ありがとうございました。素晴らしいインタビューを聞くことができました。いや、本当に松木さん、選手たち、そして手倉森監督以下チームのスタッフ、全てが一つになってこの戦いを戦い抜きました。本当にね、出てない選手、はい、出てない選手、はい、だからもう本当スタッフのね、本当に細かいことまで仕事をやられている方々、はい、本当にお疲れ様でした。ただね、目標はオリンピックだ。そうですね、はい、次に向けて頑張ってもらいたいと思います。でもよくやった。中山さん、はい、日本はアジアの王者としてリオデジャネイロオリンピックに挑むという形になりますね。まあ、ここからさらなる成長が必要でしょうね。はい、その成長を阻止して、成長した姿をまたリオで見たいですね。はい、日本サッカーの未来を担うこの世代を鍛え上げる大会にしたいと手倉森監督は話しました。その言葉通りの松木さん、大会になりましたね。最高だ。もうもっともっと成長してほしいね。はい、うん、まあ、一番負けてはいけない相手、このオリンピックの最終予選、34試合無敗を誇る韓国の無敗記録を見事に止めました。最大のライバル韓国に打ち勝って、見事に23歳以下日本代表がついにアジアの頂点に輝きました。悔しかった思いをその力に変えて最後まで戦ってくれました。